すみませんここで引き取らせていただきます。さあ続いてのテーマはこちらです。<music> はい、えー、大阪都構想行財政改革と、まあ,あこれもちょっとテーマ広いんですけれども、まあこの問題は今までの。 テーマでもありますから、これをどういうふうにお考えになるか、それぞれの候補者のお話を伺っていきたいと思います。今年5月に住民投票が行われて、反対70万5585票、賛成を1万票余り上回って廃案となった大阪都構想ですけれども、首都府の二重行政による無駄を指摘する声は消えていません。この町の行財政改革はどうするべきなのか、まあ、これは逆に全国でも同じような問題を抱えている場所もあるでしょう。 いろいろな議論が活発に今までも行われたと思いますけれどもぜひ候補者からお話を伺いたいと思っていますでは吉村さんからはい。まずこの不都市の二重行政の問題まだ解決されていません確かに5月17日否決になりましたですので我々維新の会私吉村は同じ案をもう一度提案するつもりは全くありませんでも問題はまだ解決されてないんです対案だった大阪会議は全く機能していませんこのままだと 69万のこの賛成した人たちの意見、それが思いが全く無視されてしまう、70万反対した人も修正してより良い大阪作ってね、そういう意見も強かったんです。ですので、修正するための議論、それを私は続けさせてほしいと思っています。もし私じゃなければ、これを議論を完全に終了してしまうんです。それは絶対にやめなければなりません。あとこの行財政改革、一番大事なのは、市町報酬を削減すること。 しっかりとトップリーダーがその覚悟を示して、行政の無駄をなくす宣言をすることが大切です。この市長報酬をなくすのか、削減するのかどうか、それを柳本さんに問いたいと思っております、はい、では、長谷さん、おい。しし渡の是非論にこだわる限り、また、維新対反維新の政党対立がこれから4年間続いていきます。都構想特別区というののののはあくまままでで選択肢の1つです現状の政令市のまま豪雨区しながら 経済性を発揮してです、ね、合理性の高い組織にする方法もあれば、総合区,長区という方法でやる方法もあるでしょう、それらはみんな選択肢の一つなんです、そういう制度論じゃなくって、現場のマネジメントを着実にやっていくことの方が、はるかに効果は大きいと思います。特に ICT の技術を導入したら、仕事の仕方が変わっていくんですね。 今まで100時間かかってたものが、70時間、60時間で仕事ができるようになります、そういう効率性を高めることが大事ですし、また今までの100あったメニューをです、ね、例えば80、70にして、新しいものを20にする、そういう取り組みが必要なんです、現場のマネジメント、市長のリーダーシップが不可欠です。はははいいでは柳川さん、はい まず大阪都構想については、いわゆる大阪都構想については、住民投票で結果が出ました、それに至るまで多額の予算をかけ、税金を使ってきたわけですから、その上で出た結論については、重く受け止め、都構想議論、制度論には終止符を打つべきであるというふうに考えます。まあ、その上での行財政改革ですけれども、例えばこれまでから申し上げましたように、周辺自治体や政令市と組み合わせて、大阪市内だけでない行財政改革というものが考えられると思います。 例えば大阪市と八尾市と松原市が ごみ焼却場について、一部事務組合という形で、まあ、効率的、効果的に3社がウィンウィンになるような関係で、一体的に取り組みをしましょうという動きが出てまいりました、まあ、この手法については私もいろいろと議論をさせていただいて、最終的に八尾市長や松原市長とも議論をして、結論を得たわけでございますけれども、こういった形で自治体間連携を進めることで、新たな行財政改革が進められることができるんですはい、いいありがとうございますではこれ、討論いきましょう、どなたか。はい吉村さん また先ほどとも同じなんですが、この結局、その市長報酬を削減するのかしないのかということに対する答えがないわけなんです。まあ、それをぜひお聞きしたい、そしてその上で、この行政改革、公務員改革、無駄をなくしていく、その改革をする覚悟があるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。そして、この八尾市、松原、大阪市のこのごみの、この一部事務組合は、もうこれすでに橋本市長がやった実績なんです。それを今回のこの行財政改革、 これに絡めるのはおかしい、まずこの市長としてどういう判断をするのかあ、この公務員、職員、工具問題、つい最近まであるんです、これを続けていくのかどうなのか、そこははっきりとしたこの結論、答えをいただけなければ、この市民の皆さん、これはあくまでもこの選挙においてのこの判断材料で、違いをしっかりと出す。 どちらがいいのかというのを判断していただくというのが、この討論の趣旨だと考えておりますんで、そこをぜひ答えていただきたいというふうに思っております、はい、じゃあ、柳橋さん、いきますか、はい、まず市長報酬については、橋本市政時代にカットしたものを、それを変えたりするつもりはありません。 あしかし何か変えたりするとかカットしたものを上げるつもりはありませんただですね報酬等審議会等々で方針が出てきたらそれに合わせて対応しますただこれ身を切る改革って上手に言ってはりますけれどもその一方で中野島48と揶揄されるような特別参与特別顧問に大きなお金使ってきましたねまた橋本市長は特別秘書っていうものもつけてですねそれに給料を払ってるんです税金で払ってるんですね、まあ、そういういこととを考えると全体的 に sp の費用も含めて橋本市長にかかってきた税金ってどれぐらいのもんでしょうその割に公務日数が非常に少ない少なくとも私は橋本市長の1時間あたりの時給換算したときには橋本市長以上に働きますそういう覚悟で取り組みますはい、ありがとうございますじゃあ行きますかはい。あの先ほど報酬等審議会という話が出ましたが報酬等審議会の答申というのはもう既に出てるんです ある毎年出ますこれはネットを調べてみてもらったら分かると思いますが、これは出てます、退職金もなくなるという報酬心の答えが出てます、私はそこから市長報酬の削減をするというふうに今、申し上げています、柳本さんはそこから削減するのかどうかについては、明確に触れられないわけです。で先ほどいろいろありましたあ、それぞれの特別のこの市長を支える体制、これは行政をより良いものにするために、このアメリカでは普通に行われているようなことなんです。 大阪市のために、大阪を成長させるためにより良くするために専門的な知見をしっかりと専門家から受けてやっていく、それは別におかしなことでもなんでもない、これは大阪市の利益、そのためにやっているわけですから、あとはその時給換算したらどうだとか、あるいは休みが多い、そんな根拠のないことを言っておっしゃるのは、私は間違いだなというふうに長谷さん、います,すか、はい、あの柳本さんにお尋ねしたいと思います。はいあの 総合区に来年4月からするとおっしゃってますけれども、そんな早い段階でできるんでしょうか、まあ私は行政区長、北区長を務めた経験からすると、人も権限も与えられる、そういう総合区長はやりやすい、やりがいのある立場になると思います、今の行政区に比べてですね。しかし一方で、多くの市役所の幹部職員は、総合区長になって責任が重くなることも嫌がっている職員もいるんです。そういうい気持ちも 組みながら来年の4月で総合区はスタートできますでしょうか。はいどうぞお願いします。はい総合区につきましては区行政に権限や財源、えー、力やですねお金を与えるということで非常に身近な行政を実現するにあたって有効な手段であると考えます。えそして私は平成28年4月を契機といたしまして西成区と中央区で総合区を導入すると。 掲げさせていただいておりますやりたくない人がいるという話がありましたけれどもやりたい方はたくさんいるというふうに思います何せやりがいが出てきます権限や財源があるわけですから今の区長以上にあるわけです予算についても今までのものよりですね、予算愚信権というものが与えられると法的に根拠もございますまた人事権についてもなかなか難しい面はあるかもしれませんけれども実際に地方自治法改正に伴って一定の人事 この事件もその総合区長に持たせるというふうになっているわけですから、これは総合区長は公募区長以上にやりがいのある職種になることは間違いありません。早くやりたい、早くやりたい気持ちは分かりますけれども、はい、行政手続きとして、半年切った今に来年の4月からあの、えー、総合区を始めるなんてとてもできません、そんなことをおっしゃるから、現場を知らない市議さんだとおっしゃら言われるんだと思います。いかかがでしょうか はい、あの総合区については、どのような権限を与えるのか、どのような財源を与えるのか、条例によって定められることになること思います。で、そうした時にはもちろん議会との調整は必要になってきます。けれども、今現在での取り組みの中で、それをそのまま条例化すれば対応できる部分は十分にありますえ、結局はですね。相互区というものも、その国どのような権限や。 財源を与えるかとといいうことについてはどん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 増やしていくということができるわけですから今現在の状態からスタートしつつそこに上乗せをしていくことによってさらにバージョンアップしていくことはできるわけですよって現在の段階すなわち平成28年4月が導入ということで目指すわけですからその段階で 対応可能な状態からスタートをし、その上で、どん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 権限を増やしていくことによって、より身近な区行政を実現していきますいや、吉村さんきましょう、まずあの、今の状態で、大阪市と大阪府の二重行政があります、でその中で、この総合区をやるときに、今、柳本さんは権限と財源を移転させるとおっしゃいましたが、一体どれだけの権限と財源を与えるのか、これが大切なんです。 これについて、一切具体的な話はない、設計図が全くないんです。で、権限と財源をしっかりその総合区が本来持つような、機能を与えるようなあ、そういった権限、財源を与えるんであれば、ある一定の規模が必要なんです、そうじゃないと、この大阪市、大阪府、そしてこの総合区の三0行政になってしまいます。 一定の規模で効率のいい形を検討して、それで実施をするならまだわかりますが、それができていない、しかしながら、この一定の規模でやることは大阪自民党、柳本さんにはできません、なぜなら自分たちの選挙区事情があるからなんです、本来、この合区をしてやるべきこと、これを全くやらないというのは、これはまさにこの自分たちの,この選挙区事情によって、まさにまやかしをしようとしているそう、そうでしか思えない、この総合制度は柳本さんなんでは意味がないはいありがと。ううございいまます田中さん行きましょうはい 私は吉村さんに質問したいんです、はい、私の政策に対しての意見を求めたい、はいえー、私は今の国民負担率は50.8%を超えております昔の江戸時代の年貢に例えれば五高五民をすでに超えているんですね市民は国民は十分な税金と社会保険料負担等を支払っているわけです私は減税すべきもう時期に来ていると その予算の枠内でやるべきだというのが私の考えですが、吉村さんはどう思われるか、ぜひご意見を。はい、吉村さん、いきましょうこの減税というのはあ、聞こえがいいんですけれども、これは逆に言うと、税の負担が一方で増えるということも意味しているんです。ここのの減税ちゃんととした計計算と設計図がない中でまずやっ やること、それは難しい現実的ではないと思ってます。そしてこの減税についても、この国の法体系からして、えー、まずはこの税については国が一定程度決めていくという役割がな。 になっていますですので、今のこの大阪市において、えー、減税するというんであれば、一体どういった税をどのぐらい減税するのか、それによっていかなる財政的な影響があるのか、いかなるどのぐらい借金が増えるのか、どの行政サービスを削らなきゃいけないのか、そういったことを全部計算,計算しなければ、この減税というのを軽々に口に出すのは、私はやってはならないというふうに思って、はい、簡単にもう時間がないですからゆっくりとご説明しませんが減税しても 歳入を増やすすことがでできるんです外から税外収入をもらうとか、あるいは外国人から税金をもらうような仕組みさえ構築できれば、減税しても歳入増は図れます、それがしっかりと裏付けがあるから、私は今申し上げております、加西市長時代のこともはっきりとご説明したいと思います。 はいありがとうごろいろ、今も3つのテーマでご議論いただきましたけれども、これもまだ物足りないことがあるでしょう、それからまた別のテーマや、訴えたいこともあると思いますから、テーマ別の討論はここまでにしますけれども、続いては他の候補に聞いてみたいこと、言っておきたいことなどを直接ぶつけるというコーナーにしたいと思います。発言したい方は挙手でお願いして、それで、まあ、回していきたいと思います。 あの年代も同じで、本当にこの厳しい選挙を戦うというのは、本当に共感するところがあるのも事実なんですが、私がどうしても共感できないのは、この自民党と共産党と民主党が一緒になってこの選挙をやっているということなんです。 そもそもこの選挙というのは政策、選択でなければならない、理念の選択でなければならない、しかしながら、この政策が、国の政策とか理念が全く違う、この自民党と共産党が一緒になって、その選挙をやっているということについては、非常に強い違和感を覚えますし、柳本さんのマニフェストは実現できないと思います。リニやだって、北陸新幹線だって、さまざま掲げている政策、近いところはありますけれども、共産党は大反対のことばかりなんです。そういったことをやる いう実現するためにもです、ね、やはりこれはもう自民党、共産党、こういった考え方が違う政党同士が、この選挙でえ組織を目当てで集まるのは、私は間違っていると思っていますはい、じゃあ、それは中谷さん、答え,えあっ、失礼、ごめんなさい、リニア中央新幹線や北陸新幹線、これ、まさにです、ね、国や府、市としっかり連携をする必要があります、とりわけ国と連携は欠かせません。 まあそういった中で安倍内閣に対して不信任案 賛成をした維新の党の賛成者である吉村さんから政策のことについては言われたくないですねこういったことについては我々こそが実現できるというふうに考えますその上で今回の選挙戦でありますけれどももちろん政策を訴えていく選挙であるというふうに考えておりますが大阪都構想なるもの住民投票で一旦否決された都構想なるものをまた標榜するような状況に対して もうこれ以上、仕組みの話はやめようよ、制度論には終止符を打とうよ、そういった形で、対立から協調へということで、私は訴えさせていただいておりますが、その点に対して、共感をいただいて、ご賛同をいただく部分については、できるだけ大道団結をして、オール大阪で取り組む部分もあると考えます、はい、じゃあ、これ、吉村さん、答えますか。はいはい、あの対立から協調,調へとおっしゃいましたけれども。 このの調すす。るていくのはこれ当たり前なんです私も当然、橋本市長、できなかった改革を実現するために、粘り強い合意形成をして、しっかりと協調して前へ進めていくということをやります。私が問うているのは、全くこの共産党と自民党というのは、考え方が違う政党なんです。考え方が違う政党が、この選挙において、その協調という名のもとに一体になる、そうなれば、有権者から見れば、一体どうやって判断すればいいんですか。 そういったことになってくると思うんですね、一つあるのは、あ組織票で固めるというのがあるかもしれません、でもその組織票で固めるこの選挙、それで考え方が違う、そういったところが一つになって、この選挙戦をやり抜いて、それで組織票で当選したとして、大阪の未来、大阪の改革、一切進まないです、そんな大阪には絶対させてはいけない、だから共産党との協調、これはやめるべきだと、柳野さんにお願いしたいです。 えー、地方議会は二元代表制ですので。 例えばこれまで橋本市政において出てきた議案についても例えば維新の会さんと共産党さんが賛成されて他の会派が別の対応をしたということもたくさんあるんですねそして協調という観点で言いますと仮に私柳本明が当選させていただいたならば大阪維新の会の市会議員団の皆様方とももちろん対話をして協調していきたいというふうに考えますでなければなかなか議会運営というものはうまくいかない点もありますので私も自民党 と市議団の幹事長として高い派の方々とこれまでからもいろいろ政策議論を重ねてきましたまあ、その中で全く合わないこともたくさんあるのは事実でありますけれどもその中で対話をすることによってより良い方向性が見出せることもたくさんあるわけですからそういった意味では本当に喧嘩手法の対立は今ここでやめて協調路線でしっかりと大阪のより良い方向性を導きたいと考えますはい、では長川さん行きましょうか 何かあれば、うん、ああ最後の締めだけで、そうですか <laughs> はい結局、その協調というのは大切です、それはもちろん大切、うん、議会との対話、議会を、議会と修正しながら話を進めていくというのは大切なんですが、私が申し上げているのは、この選挙という有権者の皆さんが判断する場において、自民党と共産党が一緒にやるのはおかしいんじゃないんですか、これをむしろやめて。 こ自民党国の自民党本当に強いですよ私経験して思いますが自民党としてしっかりドーンとこの維新と理念と理念の戦い政策と政策の戦いをさせていただきたいそういうふうに思っておりますこの選挙において一つになるというのはこれ有権者目線ではないわけですね有権者目線ではないですのでそういった 共産党と自民党が一緒になって選挙をすることは、私は絶対におかしいと思います。選挙が終わった後に、当然、維新も過半数ないわけですから、もし私が市長になれば、他の会派の方と議論をして、修正するとか修正、もちろんして前へ進めますが、大切なのは有権者が一票を投じることができるのは、この選挙でしかないということなんです、その選択肢を奪うべきではないと私は考えておりまでは中川さん行きましょう、私なんかは宮本武蔵の精神で、一匹で戦ってるんです。 ねえ、ヤエさん、ちょっと信念がないんじゃないですか？<laughs> 信念持ってやってますよ。<laughs> <laughs> いいですか？はい。はい。まああのそれぞれあの個別に質問ができるというコーナーでしたけれども、おそろそろこれもじゃあ引き取らせていただきましてですね、えー。続いてはユーザーから事前に聞いた質問を皆さんに。えー 当てたいと思います候補者の皆さんへの質問をまず紹介していきましょうかね、はいえー、事前にユーザーの皆様から候補者の皆様に聞きたいことを伺っています、はいえー、一つが無効4年の、えー、市政運営のポイントを教えてください、はい、また各政策を実現させるための財源はどのように作るのでしょうか、はい、そして大阪市営地下鉄バス民営化についてご自身の方針と比べどこが良いと考えられるか教えてくださいという3つの質問を事前にさせていただいております、はい、その中でですね、うん 一番多かった質問がまあコメントにもたくさん出てきてるんですが、はい、各政策を実現させるための財源はどのようにして作るのでしょうかという質問がやはり一番多かったんですね。これはユーザーにアンケートを取ったらこれが一番聞いてみたいということだったので、はい、その中から選ばせていただきました。はい、えー、これはですね、えー、質問にはお一人一分ということになりますけれどもこれは中川さんからではお答えいただきましょうか。はい、大阪市は、えー、企業会計も含めますと。 年間4兆円の予算で運営されておりますその例えば5、5%でも生産性を上げればですね、2000億円が浮くんです。その経済性をです、ね、生かす手があります。そして大阪市は今、19兆円の総資産があるんです。これはトヨタ自動車並みなんです。一方で、5兆円の借金はありますが、純資産は14兆円あります。1人当たりり万円のの純資産がありますこれの 公共資産のです、ね、流動化等によって、キャッシュフローを生じさせる、あるいは税外収入を確保して、いろんな不動産、遊ばしてる不動産を賃貸するとか、ネーミングライツで寄付をいただくとか、そういう方法によってです、ね、収入を増やせるんですね、税金は減らしても、トータルの歳入は増やせる、そういうアイデアがあるかないかだけの話なんです、うん、私には実行力もありますはいありがとうございます では、柳本さんからいきましょう。はい、大阪市はこの10年間、財政的にはかなり好転基調にあります。今現在も、まだまだしんどいのは事実でありますけれども、え、資産残高は着実に減り続けております。また、実質交債費比率という、まあ、借金返しの能力も。あのー、九点、何、何がしということで、十を切ってですね。え、五代市の中でも一番いい状況なんです。まあ、しかしながら、まだまだ行財政改革は必要です。まあ、そういった中で、この改革路線というものは、積市政改革。 以降、まあ、永遠として続けられてきたものなんですけれども。そんな中で、私自身も、未収金対策ということで。まあ、税金はもとより、国保であるとか、介護であるとか。え、そういった部分についても、まあ、全体的に未収金対策をして、歳入を増やしましょうという取り組みを進めてまいりました。で、合わせて言うなれば、歳出の削減という意味においては。先ほど言いましたように、大阪市域内でのコストカットのみならず。周辺自治体と連携強調することによって、大阪市域内の税金の持ち出しを。できる。 れだけ圧縮するという手法を新たな取り組みとして実施しますはいします、はい、これもズバリ言います、市長報酬の削減です、市長報酬の削減がまず一番大切です、えー。確かに予算は4兆円規模あります、でこの話をすれば、必ずこの、えー、と行政の無駄をなくしていく、あるいは未就金を対策を解決していく、そういったことが必ず出てきますが、それをどうやって実行させるか、実行するかなんです。 そのときに、まず市長自らが甘い政策をしているんであれば、行政も緩くなってしまいます。それぞれの職員の厚遇問題だけじゃなくて、一つ一つの事業も緩くなってしまうんです。まず市長自身が一番厳しい改革、市長方針の削減をやると宣言する。それぐらい大阪の財政は厳しいんです。 無駄をしてはいけません、無駄は使わせませんよという宣言をすることが大切です。それによって、この行政の無駄をなくしていって、財源を生み出す、あるいは未就金の回収についてもしっかりと回収をする、緊張感を役所に持ってもらわなければなりません。そのためには、まず市長自身が報酬を削減しないと、話は進まない、口だけの改革になってしまいますはい、ありがとうございました。ではですね、えー、もう一つ、任位だった質問もできそうですので、それも行こうと思います。 え向こう4年の市政運営のポイントを教えてくださいという質問が 2>、はい、まあ2位だったわけですけれどもこれについてはいかがでしょうか、はい、柳本さんからいきましょうはい、えー。非常にバクッとした質問なんですけれども、うんうん、私は冒頭申し上げましたようにつながる大阪ということでやはり対立路線から積極的に強調していく必要があるというふうに思いますで強調はどことするのかということなんですけれどもまあ、大阪市と大阪府もちろん強調しますけれども先ほど来申し上げましていますようにまあ、関西全域 周辺の自治体はもとよりです、ね、近隣の自治体ともつながっていき、その上で良好な関係を築いていくことが非常に重要です。併せて言うなれば、地域や地域団体、あるいは財界などともしっかり話し合いをする場が必要なんですね。 この間は本当に話し合いをせずして、独善的な手法で政策が決められてきたような経過があるんです。だからこそ、しっかり対話を持って、それは議会だけじゃないんですね、いろいろな地域活動をされている方々とも対話をしながら、どういった市民の意見があるのか、270万市民をはじめ、企業市民に対しても寄り添う気持ちを持って取り組みを進めます。中野さんいきましょうはい、私は私市長個人の メンタルとしてはです、ね、心がけとしては、和と品格をこの4年間、貫いていきたいと思います。組織の和、市民との和、企業との和、そういう和を尊重し、なおかつ大阪市、世界的な都市としての品格を、市長の品格も含めてです、ね、品格を上げていきたいという思いがあります。そししてて司法としては 大阪には素晴らしい民民間間企業民間の技術がありますそういうものを行政が取り込んできて、ですね民の素晴らしいところに力を借りて、ですね行政を効率化していく、特に行政が足手まといになっている規制緩和ですね、過度な規制を緩和すること、そして意思決定を早めること、そして、えー、手続きの簡素化ですね。 半年経っても、1年経っても手続きは決済を下りない、そんなことがないような実態にしておきます、はい、では最後再しま,す、はい、まずこの市政運営についてですけれども、最終的にはこの大阪市は自治体、基礎自治体ですから、皆さんの医療や教育、福祉、そういった住民サービスを充実させること、これが大切です。そして大阪の経済、大阪を成長させることが大切、この2つの大きな目標、これを実現させるために何が必要かという判断から行動していきます。 これまで自然運営の多分手法というご趣旨だと思いますので、それを正面からお答えするとなれば、橋本市政の下でなかなか進まなかった部分、それは私がしっかり進めていく、その覚悟でやっております。要は粘り強いい合意形成高い派ともちゃんと この話をしながら、議論をしながら、粘り強く粘り強く、合意形成をして、今よりも一歩でも二歩でも前に進めていくことが必要だと思ってます。橋下市長ような、本当に稀有な政治家が持つ突破力は私にはないかもしれない、でも話し合いをしっかりやって、合意形成をして、少なくとも冒頭申し上げた2つの目的、それを達成するために合意形成を図ってまいりますはいありがとうございました。 えー、ということでお送りしてまいりましたあ討論ですけれども大阪市長選候補者ネット討論終わりの時間が近づいてまいりました、えー、最後に、えー、お一方二十秒ずつもこれはまあ政策というよりは最後に、えー、見ている方に一言ということになると思います、えー、こちらは吉村さんから順番に行きますお願いします、はいはい、大阪を良くするために私の目の前にある自民党共産党民主党の組織票の大きな壁を打ち破っていきます そしてもう一つ、私が乗り越えるべきものは、橋本市長だと考えています。橋本市長をさらに乗り越えて、この大阪の改革を一歩でも、二歩でも前に前進させていきますはいありがとうございます。では、中川さん、お願いします市長や区長を務めた行政の経験、現場をよく知っているのが私だけですそして改革のの実績が具体的にたくさんあるのも私だけでございます。 また民間企業に長く勤めて民間の活用の仕方を知っているのも私だけでございます公会計と公民連携の知恵があるのも私だけですはいありがとうございましたでは最後柳本さんお願いしますはい嘘偽りのまやかしの姿勢から今こそ脱却しなければなりません壊すだけだったら駄目なんです 破壊的な改革から今こそ未来志向で将来に向けて作り上げる創造的な改革で改革が必要です柳本明は実行します創造的な改革ができるのは柳本明だけなんですよろしくお願いします、えー、ということで、えー、1時間にわたって討論させていただきましたあもちろんあ もう少しという気持ちもあるかもしれませんそれから今あのユーザーの皆さんからの書き込みの中でアンケートをしろというのはありますけれどもこれは討論会ですのでその何か結果を図るものでありませんのでアンケートは行いません、えー、そんな中で、えー、皆さんも3方大変協力的に進行を手伝っていただきました本当にありがとうございましたありがとうございました,ましたそしてユーザーの皆さんもお最後までお付き合いいただいてありがとうございましたありがとうございましたこの後22時15分からでございますが大阪府知事選候補者ネット討論も 引き続き行ってまいりますのでどうぞご覧いただければと思います大阪市長選候補者ネット討論これで終わらせていただきますどうもありがとうございましたありがとうございました